皆さんこんにちは、ゆりえです。一人です。はい、えー、ほなみちゃんはいません。ということは、リアクション動画撮っていきたいと思います。イエーイで、何のリアクション動画かと言いますと、今回は20ではなくて、JO1 の動画撮っていきたいと思います。皆さん、JO1 って知ってますか 11人のボーイズアイドルグループなんですけれども、歌も上手くて、ダンスも上手くて、ね、かっこよくて、本当に課金の違がいがあります。はい。で、その JO1 が先日 The Star っていうアルバムを出したんですよ。その中に収録されている Monster という曲がありまして、こちらが、えっと、パフォーマンスミュージックビデオが公開されましたので、そのリアクション動画を 撮っていこうと思いいますいやね「セーフティーゾーン」っていう曲もアルバムに入ってたんですけどそれを見たんですよあれさ規制かけなくていいのかなっていうレベルでさちょっとセクシーだよね「FNS セーフティーゾーン来るまあ来ないか」って感じでした <laughs> そりゃそうだよね表題曲やるよねって見てきます緊張するすげえ緊張する はい、モンスターです。始まります。これがあれだよね。シャイナライトの最後の続きのポージングから始まるってことですよ。だからね、木又くんが前にいるの、珍しくない純喜くんはよく前にいるんだけれども、で、そのまま純喜くんがキープしているでしょあ、いつの間にかレンくんがセンターにいる。このな銀髪の男の子がまあ、ダンス一番うまいんですよ。でも、もう、もうみんなうまい。ほんとに。さあ、与那城くんと、 純輝くんってボーカルメンバーが今前で踊ってるの超胸厚はいこちらのねピンク色の髪の男の子がセンターえっとたくみんになりますジャムちゃんはみんな知ってますよね後ろにさよくスカイさ隠れられたよね <laughs> 体収まったの <laughs> こんなさ想像にさるきくんが出てくるんですよもうかっこいいでしょすごいお顔がきれいでいらっしゃるうん国宝あこちらのねしおんくんもお顔がきれいでいらっしゃるあのご神器様のなんか 入場みたいな <laughs> ここから入れるよみたいな感じのお顔であく匠くんもそうですね国宝級ですよねヨナさんの色気よもうほんと悪い男決まった一瞬じゃない,いやかっこいいよかっこいいけどさもう持って帰れるよそのまま心臓蓮くんのこの優しい声ずっと聞いていたい <laughs> たまに笑い声とかも挟んでこの純喜ほんと日本に純喜くんがいてよかった ハイスペック男子、もうどんだけキャラ設定ついてんだよって話ですよ。もうみんなもう揃ってるでしょバッチバチなの。だからもう誰に、誰に訴えたいんだろう <laughs> 私は。もうあなたたちがモンスターだよ。シゅんンくんってラップでメンバーなんですよ。でもこんなにボーカルパートがあるなんて。ああ、小生 B! <laughs> 使い方、小生は小生の使い方をよくわかってる。あ、モイだ そうそう、まめちゃんのさ、未成年の色気、これどうなってんの、本当に、岡山どうなってんの?。まだ続きましょ、瀬君のパートがー。あ、なんかさ、よくさ、重くんの周りに人集まるっていうファ、フォーメーション。<laughs> 多くない? <laughs>。いつの間にか、健吾んちょっと今日少ないよね、今日。ああ<ー>。<laughs> 締めてくれる。木俣んが締めてくれる。だからさ、まめちゃんの色気、どうなってんの、本当に。 レン君が今進化したの <laughs> 見た <laughs> 見たレン君 <laughs>。うん、もうね、ね、ずっと見てる、ジュンキ君。あの、私のこと、私じゃないけども、あの、そういうわけじゃないんですけども。あ、ケくんやった前に出てきたんじゃない優しい声。天井から聞こえるみたいな。川川やってんな、おい。<laughs> 川川の民息してる 大丈夫私はあのプロのオタクだからちゃんと生きてられるけどてかさこの拝藤の純喜くんも語りたかったまあ目立つよねヨナさんのこれマジ引っ張りて <laughs> スカイくんがさ前に出て踊ってるんですよ彼はね F クラスだったのそこからここまで、まあ、デビューに入はいちょちょっと待ってね今ねマみちゃんが前にいるんですよ マメちゃんがセンターのなんか安心感というか原点にして頂点みたいなでその後ろに蓮くんがいるっていうのはまた胸ツ終わったじゃん <laughs> 体感1.3秒くらいでした終わったじゃん <laughs> 全員まとめて保護 ししてほいあのなんとか記念物みたいな <laughs> あのく国にちゃんとなんかあファーストテイク j o 1のメインボーカルの河野純喜くんが歌うそうなので、えー、楽しみにして待ちたいと思いますなんかこう参観日に参列する親の気持ち <laughs> 子供いないから分かんないけど <laughs>。 参列したことないからわかんないけどそんなドキドキ感がありますまあでもすごくね歌がうまい方なので早く見つかってほしいうんえー、じゃあ今日はこんな感じで以上リアクション動画でしたーまたねー